寝室中核欠損は、先天性心疾患の一つ。寝室中核に欠損口が開き、シャントが生じている状態を指す。寝室中核欠損は、小児の先天性心疾患としては、最多頻度のもので、先天性心疾患の30%を占め、新生児全体では1000人に3人の割合で、出生し、うち、約半数は、生後1年以内に、 自然閉鎖することが知られている最終的には70から75%は欠損口が最終的に自然閉鎖するが2歳を過ぎると閉鎖する確率が低下して10%ほどになる。また逆に欠損口が大きい場合は心房中核欠損などと異なり入時期に心不全を起こす可能性が大きいので成人においては 先天性心疾患入院例の15%を占めるのみである。構造上、他の先天性心疾患のうち、ファロー視聴症、両大血管右脂突き症、相動無役未気症などは、原則的に心室中核欠損を併発し、原則ではないものの心内膜床血損症や右腺性大血管低位などでも併発例があるがこれらの心室中核欠損については、 各自の記事を参照。本章は血損口の部位によって分類され、一般的にカークリンの分類が使用される。血液の短落量と方向によって症状が変わり、短落量は血損口の大きさと肺血管抵抗によって徹底されるので一下のように変化する。なお、重篤な場合を除いて右質に流れ込んだ血液は、そのまま肺動脈に流れ込むので、 物質への容量負荷は目立たず、普通は、砂防、砂室、肺動脈が拡張する。血損口が小さい場合、短絡量が少ないので、肺動脈への影響も少なく、血行動態はほぼ正常を起こす確率は、血損口が大きいケースと変わらない。成人例は多くはこのタイプ。血損口が中等度の場合、圧の高い砂室から、圧の低い物質への左右シャントが発生し、 排血流量の増加と左室の容量負荷が生じる。肺動脈圧は正常内視軽度上昇である。血損口が大きい場合、輸出圧は、左室圧に等しくなり、肺高血圧を生じる。さらに肺高血圧が進展していくにつれ左右の圧力差が減るので一度は、短落量が減るが、さらに進んで、右出側が高圧になると、シャントの方向が逆転して、 右左シャントとなり、これを、アイゼンメンゲル症候群といいチアノーゼが起きるようになる。アイゼンメンゲル化の頻度はほぼ50%で、この時点で原疾患への手術適用がなくなり、感知には心肺同時移植が必要となる。一方、アイゼンメンゲル化する以前の軽症例のうち、肺体血流比が1.5以上であった場合は、手術による治療が可能である。 軽度の液疲労性や動気が見られるほか、時に呼吸器感染の反復が見られる場合がある。高度の欠損口の場合は、液疲労性などの自覚症状のほか、乳児期から心不全や体重増加不良を認める。心臓超音波検査像。カラードップラーモードで、左寝室から右寝室への流れが描写されている。寝室中核欠損は、 自然閉鎖傾向があるので小さくて、無症状の場合は経過観察で十分となる。ただし感染精神内膜炎を起こしやすいので、その予防に努める。内科的治療は、本症に合併した、心不全や感染精神内膜炎、呼吸器疾患などに対して行われる。左室砂防の容量負荷を除去するための利尿薬が第一、選択となり、クロセミド、 スピロのラクトンを1から 3mg、kg、日投与する。貧脈がある場合には、自己寄進、末梢霊感が強く相棒弁薬流などを合併する場合には、ACE 阻害薬が併用されうるが、心不全の増悪などについて注意を要する。また、IE 予防のため、抜死など近血症のリスクを伴う、処置の際には、抗菌剤の予防投与を行う。なお 愛面ゲル化して、下下治療の適用外となった症例に対しては、肺高血圧への対象療法として、酸素投与や硝酸剤、カルシウム喫抗薬などが用いられる。手術そのものは、人工心肺下で、右心房を開いて三線弁側から、右心室を覗き込む形で血損口を直接または、パッチを当てて塞ぐ。下下的治療が考慮されるのは、以下の場合である。 中高度血損口で肺、体血流比が1.5以上で、収縮傾向がなく差出拡大を認める場合。肺高血圧を合併する例では2歳までに手術を済ませる。2歳以上であっても、肺血管抵抗発端以下なら手術適用。カークリン相 I 型に大動脈弁逸脱、大動脈弁閉鎖不全症や逆流を認める場合。この場合、 結損口が大動脈弁に近い位置のため、短絡の流れに引き寄せられ、逸脱した大動脈弁に結損口が覆われて、短絡血流が減少、消失して、心室中核結損としては改善するが弁が変形して閉鎖不全につながり結局差出の容量負荷による機能低下になることがある。また、成人した後にこの弁の逸脱が後日の バルサルバドを動脈瘤になり破裂して急性発症する危険があるため注意が必要である。小血損口においても感染性心内膜炎を再発する場合、IA、e、の治癒より6ヶ月が経過して以後に手術を行う、バルサルバドを動脈瘤を合併した場合。なお、肺高血圧が進展して肺、体血流比が1.5以下となっている場合は、 アイゼンメンゲル症候群となっていることから、外科的治療の適用はなくなり、完治には心肺同時移植が必要となる。ありがとうございます。